株を買うとき、何を基準にチョイスされてますでしょうか。本が何冊詰め込めるかですね。わかる。わかっちゃダメでしょあなたは。株は慎重に選ばなければならない。では、どうやって何を基準に選べばいいのか。今日は株のデザインのお話です。だんだんインテリアっぽくなってきましたね。おすすめの株を紹介してくれるんですか？甘えるなよキッズ。キッズじゃねえよ。で、え？おすすめアイテムを教えてくれるのが先生の仕事じゃないの？この株がおすすめじゃよと言われて、丸暗記で覚えてどうするんですか？どなたのお部屋も、みんな同じ株ばっかりになっちゃう。どんな基準で株を選ぶのか、これを自力で判断できるように知識をお授けするのが Y の仕事です。あえて簡単な答えでごまかさない優しさなのよ。ぐぬぬ。正論かもだけど、たまには具体的な商品紹介もしてくださいね。様子のおかしいインテリア店。では参ります。Y がふと念じるだけでほら。インテリアの基礎ルールが浮かび上がります。茶番はいいから。改めてざっくり復習いたしますと、基本はなるべくリラックスな部屋にしよう。そこにちょこっと加えたプレッシャーがお部屋のメインディッシュだよ。これくらいの感じですね。ういうい。これを自在に活用できるようになるためには、何がどうなったらリラックスなの、何がどうなったらプレッシャーなの、という判断ができるようにならなければなりません。そういうものの見方をこれまでいろいろな視点から覚えてきたわけですね。そうそう。色数が多いとプレッシャーだよとか、柔らかいものってリラックスだねみたいに一つ一つ覚えてまいりました。で、今回が三つ目の形に関する話題になります。家具のデザインって要するに形なので。ああ、そういう意味合いなんですね。家具のデザインがどうなっていればリラックスとプレッシャーが変化するのか、何を見て判断すればいいのか。早速ですが、答えはズバリこれ。インテリアは情報量が少ないほどリラックス、インテリアは情報量が多いほどプレッシャーなのですよ。情報量とな。情報量が多い例です。先生、いつも参考画像のチョイス下手すぎじゃない？情報量が多いと何がメインディッシュなのかわかりません。無理やり言葉で言うと、不規則なものほど情報量が増えます。このニュースは、同じ画面に別の話題が複数表示されている状態ですね。もしこれが規則正しく一つの画面に一つの話題になっていれば、こんなごちゃごちゃした印象にならないはずですもんね。まあこの例え画像はさすがに無理がありますけどね。なら持ってくんなよ。不規則なものほど情報量が増える。これはインテリアでも同じです。赤い株だけじゃなくて、青い株も使ってる。木だけじゃなくて、鉄も使ってる。四角い角材だけじゃなく、丸材も使ってる。こういう規則性が下がる要因があると情報量が増えていきます。はいはい、コピペできない要素があるほど情報量が増えるんですね。いい例えですね。その理解でピンとくるならガンガン活用していきましょう。どんとこいです。難しく考えず、ざっくり強引に表現するならこんな感じですね。株はすっきりしたデザインほどリラックス、株はごちゃごちゃしたデザインほどプレッシャー。あーはーはいはいはい、本当にざっくりいきましたね。わかりやすい方法で覚えたら OK かと。情報量の話はこれ以上掘り下げると結構複雑なので、また機会を見てお話しさせていただきます。了解です。お部屋の土台作りにはスッキリした家具を使います。ごちゃごちゃした家具はここぞという時のメインディッシュとして少量だけ使うように考えてみましょう。左がスッキリ、右がごちゃごちゃです。ごちゃごちゃの方、完全にバイオハザードですね。グリーンハーブとかハンドガンの弾とか置いてありそうですよね。わかりみです。しかもこれはすごくわかりやすいプレッシャー晴れですね。非日常感があって楽しいけど、ちょっと落ち着けない感じかな。鉄パイプとかアンプルとか置いてありそうですよね。先生、それバイオやない、サイレントヒルや。様子のおかしいインテリア店。例に出した二つの株は、それぞれリラックス度が大きく異なるのですけれど、とはいえ、この例は素材による違いが大きいですね。非化鉄か木の色か鉄の色か木の柔らかさか鉄の硬さかみたいな、材質の印象による差異がリラックスプレッシャーの違いをたくさん生み出しています。ほん、今回の主題はデザインです。ここをきちんと掘り下げてまいりましょう。さっきもちょっと触れましたが、デザインというのは簡単に言ってしまうと形のことです。例のキャビネット二つ、材質は全然違うけど形自体は似たようなもんでしょ？あ、はいはい、なるほど。リラックス感は全然違うけどほとんど同じような形になってますね。逆に、材質は似たような木製だけど、デザインが全く違うパターンだとこんな感じになります。ほうほうほう、並べるとこんな感じ。わわは、材質は似たような木材だけど全く印象が違いますよね。デザイン形の情報量が多いほどプレッシャーな家具になるんですよ。確かに右の方、立体的だったり仕切りが多かったり、蓋があったりガラス戸があったり、結構不規則なデザインがありますね。装飾も多いです。両サイドの支柱なんかは彫刻が施されていますし、全面ガラスの仕切りも、ただの直線ではなく曲線のデザインが盛り込まれています。でもまあ、こういう雅なやつも嫌いじゃないですけどね。様子のおかしいインテリア店。今の話をまとめますよ。まずこれが、デザインがリラックスで、かつ素材もリラックス。うむりうむり、なんとなくわかります。お次がこちら、デザインがリラックスベースだけど、ちょいプレッシャー、素材はだいぶプレッシャー、急に曖昧になった。で最後が、素材はリラックス、だけどデザインはごちゃごちゃしてプレッシャー、とまあ、こういう感じで判断していくわけですね。そうやってまとめると、普通のこと言ってるだけに聞こえるんだよな。これ、意外と実践するの難しいですよ。お店にスッキリの株とごちゃごちゃの株が、両方並んでいたとするじゃないですか。どうしても右が好きなんだ、我が家のメインディッシュは右なんだ、みたいな明確なビジョンがない限りは、無理せず左を選んで、お部屋をリラックスに寄せていくのがセオリーです。そうですね。でもね、実際のお買い物では、お値段のトラップがあるんですよ。うん、値段がいくらだったとしても、デザインとプレッシャーの関係に何の影響もないんじゃないの？影響ありません。ですが実際にお店に行って、仮にこの2つが全く同じ10万円だったとします。左を買っても10万円、右を買っても
10万円。10万円は大金です。素敵な株を買うために、やっとの思いで集めた大事な10万円です。ふむり、同じ10万円を出すんだったら、めっちゃ普通っぽい左よりも、使いにくいかもしれないけど特別な高級品を買った感がある右を選びたいかも、みたいな心の動きが生まれてしまうんですよ。うお？今だったら冷静に判断できるけど、店頭でその判断を迫られたら困ってしまいそう。お部屋をリラックスに保つというのは、同じお金を払って、わざわざシンプルな方を選ぶ、という地獄の決断の繰り返しなんです。おしゃれなお部屋を作りこなす精神力があれば、悟りすら開くことができると言われていますよ。悟りは嘘でしょ。あ、はい。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。